なんとかここまで帰ってきたわよ。おうマジか。はい皆さんおはこんばんちは、ゆっくり霊夢よ。マリサだぜ、その構築で順位上げれたんだな。カバルドンの技構成変えたんだけどね。ほうなるほど。で、持ち物達人の帯ってなんだよ。起点型要素どこ行った？マリサ、私気づいたの。私に起点型は使いこなせないって。え、じゃあ技構成変えたって？補助技ステロだけのバリバリアタッカーなんですわ。起点型の重鎮を脳筋アタッカーにすんじゃねえ。攻撃種族値112をなめんじゃねえ。まあでもこの試合はお休みかな。お前のことだから即ギャラの餌にされそう。この構築結構ギャラ選出されるからねえ。カットロトムは確定かな。でもヒートロトムがいるぞ。先発で投げるのはリスキーな気もする。ならトンボで逃げもできるエースバーンを先発にするわ。スカーフサザン以外は上取れるし悪くないか。そんで控えにカットロトムと、ドサイドンが怖いからウオノラゴンも連れていくわ。へえ。対戦よろしくお願いします。お相手ヒートロトムから来たわね。初手カットロトムじゃなくて正解だったな。それは言えてるわね。ここはトンボでウオノラゴン展開していこうかな。普通に電気技ったらヤバそうだけどな。この構築ヒートロトム重いからしゃあない。それ欠陥構築なんて。黙れこと。じゃあ早速。お前がスカーフ持ってんのかよ。しっかりタスキを潰されていくスタイル。普通に辛い。でもまあ高校トンボできるって考えれば、予定通りウオノラゴン出すのか。イカサまでこだわってるはずだし、カットロトム投げでいいんじゃないかな。さあなんか相性最悪だけど張り切っていくわよ。ボルチェンで、張り切るも何も速攻戻るんだよな。トンボルチェンで有利対面を作りまくるんですわ。まあサイクル戦の基本だけども、お相手交代してきたわね。イカ様のダメージ量に期待できないしな。まあそりゃそうか。交代先ナットレイだしまたエースバーン投げるか。ナットレイとヒートロトムが見えてる状態か。ラス1はギャラっぽい？可能性としては高そうかな。なかなかいい対面になったわね。さすがに交代されるとは思うけどな。でも一旦火炎ボールで圧かけてみようかな。まあ当然逃げられると。これはしゃあない。世の中そんなに甘くない。でも火炎ボールは当てて欲しかった。一手致命傷ではないだろ。そうなんだけどね。ここエースバーンに座るのありかな。飛び膝蹴りで。さっき火炎ボール外してるのによく選べるな。逆よ逆。さっき外したからこそもう外さないんですわ。ああそういう考え方ね。お相手ゴーストタイプいないしかましていくわよ。さあどうなるか。ここでオバヒをしてきたか。さすがに耐えるよね。こういう欲だが。いいぞ。ちゃんと耐えてくれたわね。あとは飛び膝蹴りが当たるかだが、少しでも削っておきたいところ。どうだ、技が出るまでまだあるような気がするの。私だけ外れると大事故だからそう感じるんじゃね。そういうものなんですかね。ここは不意打ちで倒しに行くわ。へえ。この不意打ちは通ると。これで少しは試合動くかな。お前が負ける方向にか。やめろ、お助けください。なんで絶望してるの笑うんだが。てかお前何選択したんだ。やけどワンチャンある火炎ボールよ。本当にちっこいワンチャンなけん。ついでに特性猛化の威力も重いしれ。いやめっちゃダメージ入るな。いいぞ。さっきの火炎ボール外しが言ったわね。それは絶対関係ないから。てかこれ大丈夫なのか。カットロトムいるしなんとかなるっしょ。自信過剰で攻撃上がるのに。カットロトムに大待ちって。半ば強引にギャラドス突破する方向で行くわ。今の環境氷の牙持ちいないしね。本当かな。バグとかランドいないから大丈夫でしょ。ってことでここは一発頼むわよ。ギャラ討伐要員として採用してるんだからね。霊夢なりのギャラ対策なんだな。ボッシュロトムだと返り討ちに合うからね。誰じゃ、ギャラにパワーウィップ与えたやつ。突然切れるんじゃねえ。あ、思ったより余裕で耐えるのね。カットロトムの耐久信じてなかっただろ。攻撃上がったギャラとか脅威でしかないからね。そして第3ダーでもクラット系。速ののみの発動なしか。ラムのみ持ちとかなんかね。ナモン突破すれば関係ないんですわ。ナットレイもカットロトムで突破できたわね。有効打なかったもんな。まあなんとか対処できてよかったわ。対戦ありがとうございました。しゃあまだまだ行くわよ。おいおいマジかよ。ってことで次行くわよ。霊夢がこの順位なのガチで奇跡なんじゃね。私もそう思う。いや自分で思ってんじゃねえよ。まあガルドをはじめ割とやべえの使ってるからね。ウオノラゴンもクソ強いしな。本当にね、今回はカバさん出していきたいわね。それだと初手ウオノラゴンの時がやばいな。てかウオノラゴンいつもどうやって処理してるんだ。こっちも先発でウオノラゴン出して上から激輪打ってるわね。いやただのゴリ押しじゃねえか。だってそうするしかないんだもん。じゃあこの試合の初手はウオノラゴンで行くのか。当然そうなるわね。カバさん倒すためにもウオノラゴンは早いうちに処理しておきたいわ。
まあ早いうちに処理しておくってのはごもっともだが。てかこれ3体目誰出せばいいんだろ。今のところどっちも物理だし、特殊アタッカー選出したいところだよな。それは確かにあるわね。二段ギルがいるからなおさらそう感じるわ。こいつも結構使ってる人多いよな。体感ガルドと同じくらい見かけるんだけど、実際の使用率はどうなんだろうな。そんな二段ギルがちょっと怖いし、三体目は突撃室にしようかな。無難に大魔枠として選出する感じか。そんなところね。はい、対戦よろしくお願いします。お相手初戦オノラゴンか。やっぱそうなりますよね。この対面は何回か経験してるわ。エラが見通りやすいパーティーだもんな。対策必須ポケモン多くてプレイ。あ、ここは予定通り激輪で突っ張るわよ。ヒヤヒヤするな。先制で激輪が通るんだよな。押し通せるのか。でも激輪だと次のターン起点にされるのが怖いが。ぶっちゃけ相打ちになればそれでいいって感じだから。組技は知らん。二段ギルに剣の舞いされそう。その時はキッスの火炎放射でごまかすわ。この、ニンフィアは想定内なので許す。普通に背後で相打ちにしてくるでしょ。迷走してきたら笑える。その時は心の中のののちゃんが出るだけだから。出て欲しくもないしののちゃんって表現やめろ。泣きたい時だってあるのよ。お前な、迷走持ってなさげだからオッケーね。なんか霊夢の思い通りに試合動くの腹立つな。理不尽な苛立ちを覚えるのはやめなさい。そしてオノラゴンお疲れ。最低限の仕事はしてくれたわ。まあここまではいいとして、これどっちから出すんだよ。ニンフィアの背後くらい痛くないしな。突撃室から行くわ。カバは特殊耐久そんなだもんな。特防無不利だからなおさらね。さあどっちがフェアリー最強か勝負じゃごらあ。色違いなのでニンフィアの勝ち。色地は試合を左右しないでしょうか。でも今やすら押したよな。ヒルミゲー最高。頑張れニンフィア、このクソを潰してくれ。お前がダイマするんかい。ヒルム可能性ゼロで笑う。運ゲー許さない子だったのね。まあ私も普段はこんなことしないんだけど。いや硬すぎやろい。特防種族値130は伊達じゃないな。え、そんな高いの。今まで知らずに戦ってきてたのかよ。素早さ関係把握するだけで限界なんですわ。ダメだこりゃ。そして次のダイバーンで戦闘不能と。このままじゃニンフィアに3立てされる。すべてをカバさんに託すわよ。お相手からしたら首をかしげそうな場面だな。今さら起点作りするのかよって思ってそう。いやさすがにそこまでは。ようやく動画でカバさん出せたわ。早いとここいつの詳細教えてくれよ。この子はイジッパリ HA ぶっぱなんだけど、安定と信頼のぶっぱゲーか。うっさい、技が大魔した時に爆効果がかかるものを採用してるわ。今はニンフィアが相手だからダイアースで特防を上げるわよ。なるほど、それでバカ力入れてるのか。カビゴンやバンギキラーにもなるんですわ。さあカバさんの貴重な大魔シーンよ。お相手目線やけクソで大魔してるって思ってそう。ラス1だしそう思われても仕方ないかもね。てか意外と小さくね。背丈低いからそう見えるんかね。まあいかつさが倍増したのは間違いない。せやな。この体力の多さも魅力的よね。そういう意味では大魔との相性自体は悪くないのか。豊富な技範囲、一発ではそうそう落ちない耐久。果たして突破できるかな。おお、半分切らないのか。正直私が一番びっくりした。お前が驚くんかい。ミストフィールド効果ありでここまで耐えるんだもん。そしてダイアースの火力もなかなか。これでもうしばらくは耐久もできるか。いいねー。効果力押し付けながら耐久力上げれるのマジで強いわ。特防上げたはいいが、3体目誰なんだろうな。正直全然わからねー。無難にドリューズあたりでもいるのかな。それ半分願望入ってね。バレたか。ここは大スキルで防御も上げるわよ。要塞型を作っていく。どこへ行こうというのかね。無駄に煽っていくスタイルやめろ。ここでオンバーンか。あれでしょ、攻撃技自信しかないと思ったやつでしょ。大魔ターン消費したいってのもありそうな気もするが、無駄に消費することなんてしないんですわー。なんか交代読みみたいになってるの笑う。よし、確定に発見ないね。これは次も大スキル安定ですわ。でもこれオンバーンとニンフィアの攻撃耐えるか。いくら特防上がってるとはいえ、それに関してはカバさんを信じることしかできないわね。あとはお相手の方にもよる。今作のオンバーンって何するんだ。情報がなさすぎて困ってる。お相手もかなり困ってそうだけど、達人の帯ってなんやねんってなってそうだな。このカバさん出すと大体みんな超講師出すわね。そりゃ戸惑いもするだろ。アタッカーも一定数いるって聞いたことあるんだけどねー。で、選んできた技は暴風か。それなりには入るわねー。流星群じゃなくてちょっと助かった。純粋に流星群ないのか。混乱にかけたかったってとこかもな。オンバーンも研究してみたいポケモンね。素早さ高いし結構強いかもよ。それな。さあ戻ってきたわね。やってやろうじゃねえかこの野郎。ニンフィアに恨みでもあるのか。ない。ここで大魔終わるの辛いわね。結局付近の乗った背後が来るんだよな。大魔も終わり体力も削れたカバに。こう見るとかなり削れてるわね。体力も半分以下か。さあ来るぞ。ここ耐えてこそのカバさんなんだよな。ええー、は、それ耐えれんの。特防1段階上げるだけで耐えるとか。
圧倒的耐久力も兼ね備えてるんですわ。これが地雷型カバルドン。決まると最高に気持ちいいわ。ということで今回はここで終わるわ。ご視聴ありがとうございました。次回も、ゆっくりしていってね。結局ヨノラゴン軸で最後までランクバトルやったんだな。なんかいい感じに勝てたわ。これはバッチラゴン激おこ案件。また今度活躍させてあげるから。いいとかな。